福い中は、長江鶴木に属するとが、鳥類の中でも飛翔力を失いやすいことで知られ、飛ばない種が出現しやすい。特に当初において絶滅した種が多い。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、オーストラリア、ソロモン諸島、日本、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィリピン、マダガスカルをはは短く、カドバルカ。 丸みを帯びる。お葉の枚数は6から16枚。翼は短く、丸みを帯びる。初列風切りは主に10枚。自列風切りは10から20枚。繁殖後に風切り葉が生え変わり、一時的に飛翔できない期間がある。体型は、側平たずる種が多く、これにより、茂みの中を移動することに適している。一部の種では上、くちばしから額にかけて、肉質で覆われる。 頸部は短いかやや長い。胸椎は融合しない。胸子は頑丈で、やや長い。あとは長く、第一子は第二から四子よりも髪型にある。原始的な鱗黒いな赤と、その他すべての種を含む黒いな赤に分類されるが、赤を分けていないことも多い。分類については、諸説あり、古くは五十二族に分類されていたが年代が経つに、 連れて整理されて、現在では17族から36族程度の間で分類されているのが普通である。ここでは、リップリーが1977年に分類したものを主に参考にして表示した。湿原、草原、森林、故障などに生息する。多くの種は単独で生活するが、一部の種は群れを形成して生活する。渡りを行わない種が多い。 食生は雑食で、昆虫、両生類、鳥類の雛、小型哺乳類、果実、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。多くの種で、婚姻形態は、一夫一妻で、多くの種で、繁殖期ごとに、ペアが解消される。樹状や茂みに、植物の葉などで巣を作るが、水生植物の間や浅瀬に、植物の葉や石を積み上げた巣を作る種もいる。 私有交代で放乱する種が多い。ヒナは孵化してから数日ですから離れるようになる。子有ともに育数を行う。開発による生息地の破壊、食用の乱獲、人為的に移入された動物による捕食、植物による植生の変化などにより生息数は減少している種もいる。ありがとうございます。